じゃあ、なければ準備完了お願いします。9番さん、1番さん、準備完了お願いします。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、人狼です。夜が更けました。人狼に気をつけ、人狼の方は、待ってください。お願いします。はい、お願いします。僕、占い出てもいいですか？あ、はい、お任せしますよ。はい。ありがとうございます。PCO からの進路路行こう。よ、これしかね。PCO からの進路路。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。も大変だけど。2番。俺の巨人のプレイヤーが発言します。はい。おはようございます。2番です。お願いいたします。特にしようとございません。進行論というか、やってほしいなっていうことを述べさせてもらいますと、基本的に役に関しては占い師さんがもう述べて、この村の進行論というか進行方法はもう任せてもらえばいいかなと思って。霊能に関してよく西を出たら、冠水する人としない人って例があるじゃないですか。僕の場合はもう、新規賞味聞かないと思うんで、もう冠水でいいかなと思ってます。冠水したくないっていう人僕に殴れてください。もうボッコボコにしたいと思います。お願いいたします。3番。のプレイヤーが発言します。いやランダム占いで9番さんに白が出てます。中止の箱お願いします。役の人はもう1周目出てください。遅くとも僕の位置じゃないわ。2番さんの位置出てください。強人はもうフルオープン発言精査が一番強いと思ってるんで、大変だからね、しょうもない動きして負けるのって一番嫌なんで、遅くとも2番さんの位置では出てください。もう1周目出てくれても構いません。2番さんに関してはね、まあ、霊能釣り切れって言ってたんで、強人名はないかなっていうぐらいかな。何回も言う。進路論のそこまで、なんか色落ちてるかどうかっていうのはちょっとわからない。釣られたらお話にならないよ。はい、強人生存こそが3日目の。9番白です。あと、自身の思考解除するならば、小さな把握漏れは、あんまり黒く見えないけど、大きな把握漏れ。例えば、視点破綻とかはちょっと黒く見えない。はい、そんな感じですかね。クロストレッツラで出たら仕事になんねえぜ。のプレイヤーが3日目に生き残ってなきゃいけないね、巨人が。はい、よろしくお願いします。霊能です。霊能です。よろしくお願いします。で、3が9に白ですね。把握しました。まあ、まだ太鼓も出てない状態なんて、まあ、なんとも言えないんですけども、とりあえず、現状だとわからないとだけ言っておきます。で、2番さんに関しては、あれの太鼓出てきたら冠水、絶対ですね。まあ、別に悪くないと思ってます。はい。あとは、なんでしょうね。霊能冠水ね。まあ普通なんで特に何も言えないんですよね。はい。あとはね、どうしよっか。まあ対抗出てきたら対抗からしっかり釣ってください。それぐらいしか言えないですね。僕、真の霊能者なんでってことですかね。はい。あ、もう特に言うことないんで座りたいと思ってますけどよろしいでしょうか。あ、何も返事がないんで座ります。以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。6番さんに白が出ています。私が真の占い師です。対抗の3番さんに関しては、まあ、どっちでもあり得るから、かな？まあ、どっちでもあり得るかな？はい。まあ、4番さんに関しては、なんだろうな、最後の発言がちょっと偽っぽいかなと思ってます。はい。対抗がもしかしたら出てくるかもしれないから、出てきた場合は4番さんから釣りかなと思ってます。はい。2番さんに関してはそんな様子は取れてないって感じですかね。あと、まあ、騎士に関しては、2周目で盤面で指示したいかなと思ってます。あとの人の発言を引いて、まあ、精査を入れたいかなと思ってます。まあ、6番さん指導です。お願いします。6番のプレイヤーが発言します。
霊能です、霊能です。太鼓4番どっちか分かんないけど、まあ、あの人はグレーの精査してってください。霊能どうせ釣り切りって言うんでしょうから。2番についてはね、ほとんどの人は村を引いたときは霊能釣り切りって言うんですよ。マジだりーわ、ほんと。潜伏霊能ぐらいですよね。霊能決め打ちたい。マジだりーわ。だから、大したこと言ってないけど、それで霊能決め打ちたいっていう人は、僕叩いてきてください。ボッコボコにしますからって、はぁと思いましたけどね。はぁと思いましたね。ボッコボコにしますね。もうラストウルフやるっていう時点でもうやる気ない。ヒロちゃんでラストウルフはもうダメなんだ。ここ強靭な評価みたいにしたのが3番が、そしたら俺騎士でも出てるか占い出てシンノロやろうと思ったんだけど。この時点でプランが崩れた。しかも3番してて、まあいいわ。俺のプランだから。料理はまあ強靭だから別に、霊能だから別にいいんだけど、かなり能力高い人俺がラスウル嫌いだからこれは嫌なんだけど、だからその説明ってできへんと思うけどね、まあ、時々うまい人が、ロしたかったけど足をでもルオープンって言う人はいけるけど、はい、7番のプレイヤーが発言します。はい、私、霊能ですね。まあ、4と6、偽ですね。5が例えば死んだったら6が強靭、4がローとかになります。僕は偽ならわかんないです。もう6、ローだったら5も偽ってことになるだけだから。なんでね、村目線ね、4番さんね、ローの可能性があるんで4番さん釣ってほしいなと。そして、まあ、強靭の可能性がある6番さん釣ってって感じで。そうすればね、4、5、4、3。もうね、この勝負終わりですね。私を信じれば村は勝てます。もう、勝負ありでしたね。残念でしたね。以上です。8番。のプレイヤーが発言します。全人がエロ出番面ですね。はい、そうですね。7番さんがこう作る意味って何なんだろうなと思ったら、やっぱ盤面的には7番さんの芯がすごい高くなるなと思いますね。はい、たださ、5番6番狼に見えない新道路をやろうよって言ったときに、相方囲わなくても別によくない？あんまりなんか見えなくない？ああ。だから5番、6番狼ってあんま見えないなと思ってるからな。ぐらいな。そんぐらい。そうだな。3番、5番だと、なんか5番の4番の、なんか芯の下げ方って微妙じゃない？4番の最後に言ってることが分からなかったって、4番最後ふざけただけだから、それって色精査に入んなかった。9番のプレイヤーが発言します。え、なんか発言することあるんですかこれ。いや、全人が露出でしょ。まあ、2周目の発言聞いたらもっとなんかいろいろ見えてくるものがあるんじゃないこれは。え、特に発言することないんでちょっと回しますね。全人が露出だもんね。場面はちゃんと把握してるつもりと、6、7、4が霊能で、3、5が占いで、3が9で、5が6だよね。一応盤面は把握してるんで大丈夫です。マジで発言することないんで、以上。1番のプレイヤーが発言します。あ、そうですね。僕、占い師で、9番さんが白なんですけど、なんか人外3人と村が1人混ざってるっていう感じなんですけど、まあ、そのまま、なんていうんですか、スラとかしないんだったら、まあ僕はスラしますね。僕占いしないしなんですけど、このまま全人会と村一人でやっててください。うん。おそらく3、1番目どこかで村スラ、騎士スラが出た場合っていうのは基本的に8番が怪しいと思いますけどね。8番視点で5番と6番の新郎ローが追えないっていうのは発言としてはおかしいかなと思いますけど。うん。だってやる必要なくないって言ってるんですけど、5番、6番、狼だった場合で、5番が6番に白結果を打つことによって、基本的に4、6に関して2、2陣形になった場合っていうのは、4番が釣れる可能性って非常に高いし、なんでそこ否定するんだろうって思いました。はい。2番のプレイヤーが発言します。あ、いや、絶対6番すると思ってたんで、別に6番を殴る必要ないかなと思ってたんで、いいんですけども。結局占い3人ですよね。じゃあ8番黒じゃないのこれって思っちゃったんですけども、ちょっとごちゃごちゃになっちゃったんで、多分
まあ、中盤のポジにいる6番さんが騎士なんで、まあ、なんとか決めてくれると思うんですけど、まあ、自分は、あれ？あ、騎士が一人、あ、ちょちょちょ、霊能が一人なんだ。あ、確定しちゃったんだ。あ、そうなんだ。じゃあ自分2戦目の5番から釣りたいと思ってるんですけど、意義ありますでしょうか？4番への新下げが不当だったので、その、誰かが言ってたと思うんですけど、8か1かが言ってたと思うんですけど、4番の新下げがちょっと不当だったと思うので、僕5番から行きたいと思ってます。6と7がスラですよね。6が騎士で、7がスライドと。はい、把握しました。5、8かな。余裕ぶってた9番もあるのかな。どうだろう。とりあえず5番から行きたいです。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします、2周目。俺はね、6番の叩きがめっちゃ不当だなと思って、俺別に2番新、なんか白評価なんてしてないんですけど、6番さんちゃんと俺の話聞いてくれよ。俺そんな不当なんで叩かれるのマジ嫌なんだけど。かつ、俺が別に、フルオープンっていうのは別に俺の進行なんで、進行論で叩くのマジやめてくださいって感じですか。うん、5か1だったらどっちがいいかな。なんかね、ちょっと1はね、声がね、小さいんだよね。うん。5に関しては、まあ5がね、6に対して白が出てるんだから4釣ろうかなって言うんだったらわかるんだけど、4の最後の発言がおかしいっていうのは、最後っていうのはどれのことなんですかね。みんなに訴えかけたやつですかね。ちょっとそこはね、僕理解できなかったですね。グレーで怪しいのは7か8かなと思ってるんですけどね。2はね、結構今の発言は僕はね、白いなって思いましたけど。7のスラ。8がね、あの盤面で一生懸命発言するのって、スラが見えてない人物ではないのかなと思ったんで、8もあるかなと思ってますかね。多分7か8だと思ってんだよな。でも、なんかね、4番さんの発言はね、俺は結構良かったと思ったけどな。なんか人間っぽいなって思いましたね。はい。まあ、6番さんが進行したいようにすればいいんじゃないですか。俺はね、シンプルに発言精査するのが強いと思ってるんで。はい。5でも1でもどっちでもいいです。じゃあ、俺5いきます。以上。4番のプレイヤーが発言します。あ、人間っぽいなって言ってくれてありがとうございます、3番さん。で、ね、僕今気になったのは2番さんなんですけど、2番さんが5を2戦で見てる。じゃあ5を釣りたいっていうんであれば、9っていうのは、あの、村ですよね。2番さん目線は。だって、3と1が9に白を出してるんでしょ？そこがちょっと気になっちゃったの、2番さんに。5を2戦で見てたら、1か3で芯がいるんでしょ？そしたら9っていうのは村になるわけだ。狼はないわけだ。あと、2番さんが、7を含めなかったところもちょっと気になったけど、8か9どっちかなっつって。なんだろうね。追加したか。追加します。で、1、3、5。まあ、1周目の聞いた感じだと、やっぱ5番さんを釣りたいかなと思ったんだけど、占い先言うのもなんかちょっと手間取ってたような感じだったしね。どうしようかな。とりあえず5つっときますか、一回。とりあえず5つっときますか。グレーからでもいいと思ってるけど。どうします？一応、騎士対抗いないですよね。大丈夫ですよね。じゃあ、6番さんに任せるよ。騎士対抗いないんだったら。はい。5番のプレイヤーが発言します。手間取った。手間取ったら偽なんですね。わかりました。はい。偽なら全然いいですよ。まあいいですけどね。はい。4番さんに2番さんのおかしなところを取ってんだからさ、2番さんがロジックなんでしょうっていう感じですかね。実施点はね。はい。で、3番が強靭で、1番が、ローだと思ってるから、1、2じゃないって思ってるけど。それ以外ないかなと思ってるけどね。まあ、まあ、3番さんが今日で、1番、1級狼で、まあ、9白打ってるっていう場面もあり得るし、
なんだろうな、一番さん視点ってさ、前半5仕様でしょ？前半5仕様、ん？ご仕様だよね。ご仕様で全部白白白白白って出てきてるから、分かってるから、出てきたろうだと思ってるけど。はい。色付けしてると思ってるよ。はい、から1番さんだと思ってます。はい。かな？はい。この盤面って多分1番さんローだと思ってるから、12か19だと思ってます。はい。そんな感じですかね。もう大体もう、終わって、精査は終わってるかな。別に自分ついてもいいですけど、俺は1番さんがローだと思ってますよ。以上です。6番のプレイヤーが発言します。まあ、3、5、2世だろうね。まあ、人気投票でいいんじゃないですか。今日割れたら4番さんの投票で。4番さんが、4番さんが、なんていうの、決選投票の票に入ってなかったら、6番の投票でって感じ。それでも割れたら数字の若い、数字の大きいもん順にしましょうか。俺と6番が5番入れて、5番が決選投票に上がらなかったら3番って感じね。それでいいんじゃないですか。で、行動的にはやっぱ7番おかしすぎるけどね。それで、だから新郎老って感じするけどね、なんか3号って辛いに来てるからさ、これで苦労しても、占いストップ戦、クロストップしなくても、釣り切ったらいいと思うよ。うん、だって7番強人が降りたようにしか見えへんからね。なんで芯取りに行って、そんなことすんでって感じ。で、時点大事な9番やね。はい、だから5残しでもええかなとは俺思ってるんだけど。9番の考察、全人外露出ですね。全人外露出盤面で、じゃあ誰から釣ったらええの？それさ、霊の釣り切りと占い精査って、そこの時点でさ、していかんとさ、誰から釣んの？なんで考察落とさへんの？ 9 番って感じ。なぜにみんな2番を怪しんでるのかわからんけど、6と9が怪しすぎるなって感じ。はい、俺は3行くわ。まあ、人気投票で。7番。のプレイヤーが発言します。それは6と9が怪しいと6番が言いますよね。私は6番と同じですよ。相撲で言うと小結び重量クラスですよ。6と7っていうのは狼にせこいで使って貸したいやつらなんですよ。こんな勝ち方するほどのひどいメンタルなんですよ。6と7っていうのはせこいメンタルしかないんですよ。まあ女性に憧れる、女性が憧れるプレイヤーだったら横綱のような感覚ですらなんてして、狼を不利にさせるような真似なんかしませんけどもね。6番、7番はね、プレイヤーとしてせこいんですよ。重量クラスですよ、メンタルは。まあ、かっこいいプレイヤーだったら、どんなプレイでも、やってやる、やれと。狼に好きなようにやれと言って盤面作らせますね。その上で勝つ。それが横綱ですよ。新郎さんのね。まあ、6番、7番はね、重量クラスですよ。せこいプレイヤーなんですよ。心がね、ねじ曲がってるんですよ。こんなせこい勝ち方してね、狼にが不利な盤面して、それでも勝ちたいと思っている。6、7っていうのはね、相撲でと重量ですよ。めちゃめちゃメンタルがね、ダサいっすよ。うん。ってことでね、今日は7、9でいいでしょ、6番さん。9番歌が歌なら7、9で。占いを言ってる暇なんかないですよ。時代はグレーですよ。7、9の欄でいきましょう。うん、それでいきましょう。私は占いはなんてわかりませんよ。誰が進化は。でもね、まあ、グレー行きましょうよ。占い師の占い幅を狭めた方がいいでしょ。もう、私はね、私も横綱になりたいですけどね、6番さんと同じくね、メンタルがね、重量ですよ。せこい勝ち方しても勝てばいいと思ってるんですよ、村が。うん。だから、まあ、9、7のランでいいでしょ。8番のプレイヤーが発言します。7番、強人だとしたらめちゃめちゃ下手くそすぎるやろ。めっちゃ面白いな、マジで。5番から釣りますよ。5番が新占い師って俺とてもじゃないけど見れん。この状況下でたった4番さんに釣り位置言われただけでそんなにメンタル弱いか。だって占い師だったら絶対とりあえず1番じゃあ狼、5番が思う1番って狼だと思うんだったら1番釣りに持ってくやろ。めちゃめちゃありない？もう。え、それって何？なんで釣られてもいいって6番に対して闇を言ってんだよ。俺が狼だから何も言わないけど、5番の狼の時に、6のプレイってつまんねえプレイだって、俺も自爆したいんだけど、こういうプレイヤーいたら俺自爆したいんだよ。ムーブとしてはねって思ってるから。うん。要は6への闇だ。こんなプレイして、狼の不利な場面作って、つまんないだろ。ていうか5番強人、
だったら下がれよ。3番さんってなんで8番だったら出るなよって話で。3番さんっていう人物は、5番狂人だったらすらしろよ。何考えてんだ、全人類の。何考えてんだよ。7番目になっても。すらしろよ。こういうとこだと空気感で読んですらしたり下がんなきゃいけないのに。狼にさ、発言で、それで3番さんが黒くなる論って、すらが見えてるかもしれないっておかしくないか、まあ、6番はね、こういうプレイしない方がいいんだっつの。つまんねえおかしくないかと思ってるんだけど。発言精査した内容で、その内容的な発言じゃなくて。狼が不利な盤面になって、勝っても楽しくないでしょ。あ、俺狼だから別にいいんだけど。発言精査する気マジでプレイしてるから勝つ気ないけど。はい、まあ5番要するにラストウルフが嫌だから全人外作ったら1番が出てきたら困ったなと思って。はい、おはようございます。まあ、生面白くないんでね、7番さんは。最後の席一般ではみっともないっていうんで、何しても勝てばいいっていうの。自分は今日3番さん行く、3番さん狼だと思って釣るし、相方に関しては2か7、どっちかにいるんじゃないかなって思ってる。まあ、もっと言えば、まあ、ここははっきりとは真偽つかないけど、現状で言うんだったら5番狂人、3番狼、2、7、どっちかに相方いて、1番が真かなって思ってるかな。まあ、1号に関しては本当自分が殴られた当事者だからっていうのもあるんだけど、5番さんが狂人だったのは。まあ、5番って理由なく9番とか2番とか上げてて、なんかもうこっちからしたらわけわかんないですよね。何が理由でそれを言ってるのかもわかんない。今8番が言ってた通り、8番自身も発言した通り、3番って、まあ、7番、8番がラストウルフだと思う。7番、8番がラストウルフだと思う。1番に関しては声が出してもつまんないだろう。って言ってて、4番は村人間っぽい。ゆるちゃんがそもそも狼だったなって言って、どうでもいいよ。負けようと思ってから全人外作ってるし。で、何の理由もなく7番、8番のために一応動いてるんだけど、狂人が動いてきたら来るねとか、狂人が出てくるとか、どっちかわかんないけど。だから現状ではグレーだと8番のラップを感じるし、占い師だと3番と5番が一緒っぽく見えてて、なおかつ3番が狼かなって思ってるんで、まあ占いグレー中判断なんで分かりきってるから、人類なんじゃねえかと思ってて、7番が適当なこと言って考察できないから人狼でこう言ってるのか、だから何もしない方がいいんだって、まあどの道グレー中なんて入らないの分かってるはずなんで。メンタルが、それは間違ってるよっていうことを言ってんの。まあ、ゲームをしてないですよね、7番に至っては。ちょっと言います。あの発言が村してに一応立って言ってる。狼してんだったら勝手にすればなんだけど、ゲームになんねえ。僕は、5番さんのシーンを切ってグレー釣りに行ってほしかったんですけど、なんか8番釣りたいんですけどね、なんかやっぱり、8番さん、3、8、5回のご狂人じゃないですか。なんかそんな感じがするんだけど。いやー、どうなんだろう、これは。いやもう占いちゃんもう8番しかないよ。絶対占うもん 100%。それか、まあ7番さん詰め。7、8の欄がいいんですけどね。5番さんの芯打って5番って7白結果って言ってるから、要は5番の新旧進行するんだった場合っていうのは5番の白先っていうのは7だか7釣りしてしょっていうことなんですけど。5は6。あ、俺でもいいよ。7、8でもいいよ。どっちでもいいんだよ。いや、僕はね、早く終わりてえから。早く終わりてえから、もうやり、もうだから6みたいなプレイがあったらつまんねえから、もうやんねえって。ご狂人なんじゃない。俺明言してるから、俺は。つまんねえからやんねえな、これ。なんか2周目もなんかライン切りっぽく見えちゃったもん。なんか6入っちゃってるのかわかんないけど。1も9。だってもう8番さん、5番さん、狂人に見てるでしょ。5番目6だったっけ？ 1、3どっちかにいるし。早く終わんねえかなと思ってさ。1、3って9白結果だから。もうやる気ねえ、ラストウルフが。ラストウルフ俺じゃ無理だから。3番からないでだから、新郎とかさ。新郎新郎とかなんか繰り出してさ。3番多いかね。3番ぐらい取らないしなったけど、ラストウルフになるような。もう気をしようと思ったんだけど、狂人が機能しねえし。ずらしてくんねえだろ、まあ、この場面。まあ、3番オオカミ、5番狂人で見てるんで。はい、以上です。全プレイヤーの発言が終了しました。え？私が悪人ですって？もう、怒りますよ。その疑いには、どんな根拠があるのか。よし、3番ごめんね。6みたいなプレイがあったらもう試合終わらせたいんだよ俺は。言ってんじゃん。重量みたいなメンタルのやつがいたら、狼を不利にして。いや、俺6番さんから黒要素も言われてないんだけど。狼を不利にして勝ちたい人がいたら、つまんないんだよ、もうメンタルが重量な人がいた瞬間。俺9番さんから叩かれる理由って絶対ないんだよ。だから3番さん、ごめんね。だって8って、全人外露出盤面なのに、俺は6番に言ったんだよ。めちゃくちゃ一生懸命考察してるんですよ。メンタル
かつ8番ってどこが真とかどこが偽とかじゃなくて、ヒロちゃんの横綱してるんですよ。9番さんって精査してないんですよね。じゃあなんで俺叩かれないといけないんですか。番組でも作れ狼。いやこのもらもマジで腹立ったわ。人狼殺人の女性プレイヤーたちは泣くよ、ヒロちゃんの方は。人狼に気をつけて。6番のやってるプレイっていうのは結局ね、つまんないんだって。私が悪人ですって。うん。もう怒りますよ。こういうふうに盤面を良くしようと思ってるやつほどつまんないんだって。22でも21でも狼が好きなように作らせてあげなきゃつまんないんだって。そういうことだ。それを俺は間接的に言ったんだ、6番に。昨夜は1名の方が亡くなりました。私頑張ったのに。7番ゲーム終了、村人陣営の勝利です。何やねんそれ。時間してる。